MTA の扱いっていうのが自分の自信がなかったので、やっぱりその感覚的なところっていうのが MTA の操作の場合はすごいあるのかなと思ったので、水分との兼ね合いバランスだったりとかっていうのは直接聞けたっていうのが大きかったですかね。今回一番印象になったのは、MTA のその練り具合、思ったよりもシャバシャバ、自分の言ってるのはボソボソなので今までの結果がついてこなかったんだなっていうのがよく分かりました。やっぱりあの細い根管35号っていうあの拡大を最低でもして、そしてあの1号下げて、それであの逆回転させて、であの2ミリほど充填した後にあのしっかりレントゲンで確認するっていうところが、あの本当に明日から使えるようなテクニックが満載だったので、あのとても役に立ったと思います。あのまあ、変色がしにくいあのレトロ MTA セメントをやっぱ全支部で使うとか、臨床の特徴に合わせた MTA セメントの選択っていうところが非常にあの明快だったかなっていうふうに思いました。あの顕微鏡を通すことによって、まあ、瘻孔等のサイナストラクトが確実に消えていくのをより、まあ、自信を持って見届けることができるようになってきたので、まあ、それをより長期 の予後として MTA で封鎖するということがあのよりいいんだよというのをさらに今回実感して、もっと使っていかなくてはいけないというのをあの確信しました。